けます。インドと申します、マキです。はい、今日もですね、ジャパンフィッシングショー2018にて、パシフィコ横浜に遊びに来てます。イエーイ。ということで、次はですね、調子エリアのバス釣りのところの一角を全部巡ってみたいと思います。それでは、行ってきます。昨日はこっちからこう上にギューッと見に行ったんですけど、で、なんか折り返しこっちギューッて見に行くよって言ったんですけど、ちょっと、あっちのこの聴取エリアのバスのところが気になってしまったので、この一角を全部巡ってみたいと思います。リップラップさんのブースに来ました。はい、よろしくお願いします。お願いします。ってことで、おすすめ商品ってありますか？はい、おすすめ商品ってありますか？ ありますよ、今回は横浜の方に来させていただきまして、はい、地元の横浜の柴田、お、はい、柴田さんってあの YouTuber、 有名 YouTuber さんの、はい、もう炎上です。琵琶湖に来て釣りをされるんで、はい、僕竿を作ったんでぜひ使ってくださいということで、すごい、あ、見たことあるかもしれない、あの試し投げしてみたっていうやつ、ビッグベイトを投げてたやつですよね。それで柴田さんがごっついルアーを投げたいからということで、はい、6オンス7オンス、まあ、ゆっくりだったら10オンスでも投げれるような極太の竿を使わせてもらいました。あ、すごい、はい、これはビアコのバスです。柴田ですって書いてある。メイドインジャパンがうちの売りになっております。こだわってやっております。すごい、めちゃめちゃボン太ですよね。ボン太です。わー、握ってみていいですか？はい、どうぞ。おやば、ヒラマサ用ロットみたいな、はい、マグロの20キロぐらいまでやったら行けます、はい、マグロも釣れちゃうんですね、これ。ね、すごい、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。次はプロキュアジャパンさんですね。はい、ということで、こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして、アロンです。日本語がお上手ですね。今日は、プロキュアジャパンっていうのは、実はこの製品なんですよ。フォーミュラ、はい、匂いなんですけど、はい、よく釣りで、まあ、バスリであれば、はい、ワームに塗ったり、はい、ハードベイトに塗ったり、ソフトベイトに塗ったりして、はい、通常キャスティングして釣れば、はい、あの役割が2つあって、まず人間の匂いを消すためが1つ、はい、普段タバコ、日焼け止め、はい、ああいう匂い、魚が大嫌いなんですよ。こういうのをつけることでその匂いを消す、はい、で2つ目の役割は、はい、まあ、魚なので、はい、餌か餌じゃないのかという判断しかない。でこれをルアーにつけてると、はい、餌だと思わす役割がある。口に入れたら、餌だっていうのを思って、はい、口からは出さない。どんな匂いなんですか？こちらがエビなんですけど、はい、粘土性はこういう感じのゲルタイプです。で匂いは臭いです。臭いですね。うちの製品は本当の餌から作られてるんで、はい、ケミカルを実際使いません。それでもなんかゲル状じゃないですか？取れちゃったりしないんですか？だから大体はですね、ルアーにつけると、はい、30、40キャストぐらいは持つんですよ。長く持つ。そんなに。まあ、とにかく悪い匂いを消して、はい、餌の真似の匂いをつける。おー、それによってトークアップ間違いなしってことですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次はこの前バサクラの時にもね来たんですけど、ブラッシュユニオンさん。はい、こんにちは。おすすめ商品ってありますか？はい、今回はチャターが、お、チャター、はい、はい、まあ、チャターのブレードがついて事件とかついてるんですけど、はい、まあ、特徴としては、はい、そうですね、クランクウェイブのように使ってもらえるようなチャターが、まあ、スローから、はい、
ファーストに降りるまで、はい、竿先に振動がすごい来るので、まあ、クランクみたいにゆっくり巻いたりとか、はい、早く巻いたりとか、どちらも使って特徴的なこの、はい、見てもらうと分かるんですけども、はい、低重心になってまして、はい、なぜ低重心になっているかっていうと、はい、平を打たないようにしてあるんですね。でまずチャターって結構チドルチドらないっていうのがあるんですけども、チドルってどういうの？だいたいこういう釣れそうな場所で、はい、こういうルアーっていうのは直線的な動きしかしないんですけども、はい、早くクイックイって巻いてもらうと、はい、そこで急にこういう横飛びをするんです。それをチドルっていう、はい、その時に戻って同じ元の軌道に戻るので、はい、また違うところでこうやると、はい、動かすとそのいつもこうなるんじゃなくて、はい、直線的なものがこう動くので、そういうふうにバスって一瞬で反応して食べるっていう、あ、急に変な動きをしたっていうふうになって、はいはい、そうですね。だからここで食わせたいっていうところで、はい、そういう動きを出せるようになってます。それがまあ一つの特徴なんですけども、はい、あとまあここが低重心になって安定することで、はい、障害物に当たった時に平を打ってこう刺さらないんですが、はい、でこれは平を打たないのでここが低重心になっているところが、はい、よく見てもらうと分かるんですけど、はい、ここが引っかかってポンと跳ね上がるように作ったりです、障害物に当たると必ずこうやって跳ね上がるようになってるので、ということは針が引っかからないんですね、はい、そういうことですね。手がかりせずに障害物に一瞬スタックしてからポンって抜けるので、はい、その時にまたバイトしてくる。あ、はい、バイトも取れるし、手がかりでストレスにならないし、はい、なのであのすごい低速からロッドワークで動かしたりとか、はい、あとも早く巻いたりとか、はい、あの意のままに操れるチャターになってると思います。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここはどういうブースなんでしょうか？H1 グランプリという、まあ、トーナメント団体のブースなんですけど、はい、このように、はい、どこにでもあるレンタルボートのにエレクトリックモーターだけで戦う 大会なんです、はい、で年間5試合あって、はい、その大会のチャンピオンが、はい、なんとアメリカご招待、はい、過去にもうみんな8人いてます、アメリカ行きたいです、アメリカ大体5泊7日のでもう、はい、向こうで本場バスフィッシングを体験していただきたい。めっちゃピースしてますこれがね、今回並んでる写真が、はい、うちの本当のプロカメラマンがもう取材に毎回来て撮ってるんですけど、はい、ああやって毎回だいたい100人から150人ぐらい、めちゃ人数いますね、出ますんで、これ写しちゃっていいですか？どうぞどうぞ。本当に盛り上がってます。すごい、毎回大会やってますね。今シーズンも今日、はい、あの開催日程が発表したんで、たくさんの人が見に来てくる。いつやるんですか？今年の第1戦が4月15日で、はい、神奈川県の津久井湖、はい、で第2戦が、はい、5月27日、はい、千葉県の亀山ダム、お、第3戦が、6月24日で茨城県の牛久沼、はい、第4戦が7月22日で、はい、これまた茨城県の新利根川で、最終戦が9月2日で、はい、神奈川県の相模湖で、お、相模湖、私よく行ってるところです。で上位30名が集まって、はい、その場所は最終戦が終わってまで清水なんですけど、クラシックという形で、はい、H1 のマスターズカップという、それも、はい、各フィールドのチャンピオンも招待して呼んで、はい、もうある意味レンタルボート日本一を決める大会をやるんです。でも今年で8年目で、ただし、はい、ハードルアーしか使えないんですよ。ハードルアーしか使えないんですね。 H1 ってハードルアーナンバーワントーナメント。 H1 の H はハードルアーのハードルアーのハードルアーの H なんです。つまりワンは使えないんですよ。わあ、それちょっと厳しいなと思うでしょ。はい、すごい釣れるんですよ、実は。釣れない。これを使ってもらえると本来のバスフィッシングは絶対理解してもらえるんで、はい、でそれが面白いんで今すごく盛り上がってます。どれを使うと、はい、どれを使うと釣れるんですか？いや、どれを使うっていうか、はい、あのバスって魚は食性だけで、はい、食性ってほんの1割か2割なんです。あとはもう食性以外でルアーに実は反応してるんですよ。リアクションとかそういうことですか？リアクションもそうですし、威嚇もそうですし、はいはい、だからその修正を一番利用しやすいのが実はハードルなんです。あ、だから例えばスピナーベイトとかどう見たって餌に見えないじゃないですか。だからあれがすごく釣れる理由は全部それなんですよ。
わー、ちょっとじゃあハードルはもうぜひ、あの逆に言うと使えないと思うとみんな知恵を使うんで、はい、どんどん釣れるようになりますから、ボート予約が試合の日の予約ができれば、はい、あもうそれで出場 OK なんです。ただしもうあの例えば4月15日ですと、はい、あのボートの予約日が1ヶ月前の、つまり3月1日がボート予約スタートなんですね、はい、その30分で150手が埋まってしまう、それぐらい人気が今ありますので。でボート屋さんの指定とかはあるんですか？ボート屋さんはもう決まってるんです。どことどこ、例えばどこの湖はどことどことどこは協力店っていうのもあるので、はい、で今日と明日その優先チケットを差し上げる、電話しないでも済むチケットを1日25名ずつ2日間あげますよって言った、さっき3時に最後の部が終わったんですけど、あもう終わっちゃったんですか？もうまたあと明日にもあるんですけど、もう選手がものすごかったんです、人だかりが、争奪戦があって、そうなんですね、ちょっと明日の3時ですか？明日の12時と3時にあります。12時と3時、はい、ちょっと皆さんお急ぎください、ぜひよろしくお願いします。はい、クロックプロダクツさんのコーナーです。はい、こんにちは。あこんにちは、今年2018年の新商品、はいはい、ド派手なこのリールです。おー、本当にポーターだけのリールなんですけれども、あの釣り道具なんですけど、あとこういうサビ塗装ですとか、かっこいいですね。ありがとうございます。かっこいい、なんか海賊みたい。これが全部新作です。ここですね、うわ、そんなんでも全然普通に釣れちゃいますんで。すごい、ゾンビがいる。楽しんでゾンビとバスを戯れさせるっていうのも全部トップウォーターなんです。うわ、これで釣れたら面白いだろうな。ありがとうございます。 DVD があるなんか DVD があるみたいなのでちょっと見てみたいと思います。シグナルさん、はい、ありがとうございます。こんにちは。シグナルの今季のおすすめ商品は、はい、こちらのスイムベイトになるんですけど、はい、コブナって言います。黒いですね。まあ、全部黒なんですけど、一応シルエットが分かるように、はい、サンプルは全部黒で今回させてもらってます。市販のカラーではないです。あ、そうなんですか。これの特徴は、はい、うちのメーカーとして初めてあのスイムベイトであのワイヤーを使ってなくて、はい、あのラインスルーシステム、ラインがルアーの中を貫通してるんですよ、はい、そのことによってフックまで、はい、フッキングの力がダイレクトに伝わるのと、はい、あとはね、魚がかかった時に、はい、ワーム自体がフックと外れてずれてくれるので、はい、あのスイムベイト自体が破損しにくいっていうのがある、はい、でそれでバレにくいっていうメリットが大きいので、はい、このシステム採用してます。今シーズンのおすすめはもう一番これですね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。長さんのブースにやってまいりました、はい、おすすめ商品ありますか？おすすめ商品、はい、車が今ね、はい、出るか出ないかっていうダイハツさんのオートメッセっていうイベントがあるんですよ、自動車の、はい、そこで出てるコンセプトカーなんですよ、はい、でそれで、まあ、うちとコラボしたやつが出てて、はい、でこれ投票制なんですよ。1位になったら発売される可能性があるんですけど、はい、今2位なんですよね。うわー、1位になるといいですね。そうですね、うわ、頑張ってるんですけど。2位との差はどれぐらいなんですか？結構ある。ミラのね、はい、速いやつがいて、はい、そいつが1位なんですよね。頑張ってください。頑張り、あとは竿があるんですけど、はい、グリッサンド73っていう竿です。つららが最初に始まった頃に出してた竿なんですけど、はい、それの復刻版で、あの酒用の強いスピニングになってます。で 2g でちっちゃいスプーンから、はい、その投げてるタックルがあるんですけど、はい、タックルがね4号とか5号とかそういうリーダーつけて、はい、で 1号P 2号 P 入れて、はい、でジョイクロみたいなちょっとビッグベイトとか、はい、その辺までそのスプーン投げてその後にジョイクロ投げてっていうようなことができるような竿なんです。すごい万能ですね。はい、竿先がグラスになってる、はい、でグラスからカーボンになっていて、はい、で一応一番うちで一番強いタイプのカーボンの巻きになってるんで、まあ、腰まで曲がったらすごい強い、はい、ありがとうございました。はい、ということで本日は終了いたしましたということで、もうフィッシングショーの時間が終わってしまいましたので、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。また明日行きたいと思います。ということで、この
いいと思って